欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は7月27日月曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。今日はちょっとバックがね、いつもと違うんですけれども、いつも夏休みにね入って最初に恒例ですね、欧州館のパーシモンホール勉強会受験生夏の陣開戦夢叶うというのをね、今日やりました。朝10時からですね。今8時でね、終わったところに今ね、8時ちょっと過ぎたところなんですけどね、今日はですね、轟の教室と旗の台の教室はお休みになってまして、このパーシモンホールの方でですね、パーシモンホール勉強会テストが終わった後に授業の方をやりまして、今旗の台轟の教室の生徒さんが帰ったんですけどね、今日は蒲田都立大学の生徒さんは、朝から夕方まで、このパーシモンホールでテストをやりまして、それぞれの教室に帰ってみたね、9時半まで頑張ってるのかなと思うんですけれども、朝10時から、本当にね、塾生諸君お疲れ様でした。通信教室の生徒さんもね、来てくれて、約今日90名の、塾生諸君が、欧州館のパーシモンホール勉強会、パーシモンホールテストにね、挑んだわけですけれども、このパーシモンホール勉強会、パーシモンホールテスト、これのね、やってる理由というのはね、本番で 120% の力を発揮するということをね、目的にやっています。このね、パーシモンホールっていう場所は欧州館すぐ隣なんですけれども、の同じ敷地内にあるようなね場所でして、来年の2月3日毎年2月3日欧州館受験生は欧州館でテストをやってるわけですけれども、そこはね、欧州館で初めてテストをやるということで、みんなね、受験生は緊張するわけですよ。今まで1年2年、長い子は3年4年、欧州館に向けて勉強してきてると思うんですけれども、それをね、適性試験と作文試験、45分日本勝負、この90分にね、全てを出し尽くさなきゃいけないと、このね、難しさがあるんですね。それをね、欧州館に慣れるという意味で、学校説明会とかね、いろんなイベントごとはね、文化祭とか欧州館受験生はいると思うんですけれども、遊びじゃなくてね、試験をやろうということをスローガンに、約1ヶ月半に一度ぐらいですね、この欧州館で、ごめんなさい、パーシモンホールで欧州館のね、プレテストということで、普段のね、勉強している、適正 FS テキスト、前期テキスト、後期テキストからですね、テストをね、いつも基本的には同じ問題、ただし解法はしっかり書こうというようなことと、あとですね、今日やりました、こちら本田先生の顔映ってますけども、この欧州館の的中作文テスト、これもね、今日はね、自信の一問、欧州館で5年以内にはね、このテーマが出題されるんじゃないかなと思ってね、過去逆さ地図は的中させたことがあるんですけれどもね、あれも3年以内に出るかなと思ったんですけど、思った年の初年度に出たんですけど、今回のこの中にもね、今回ね、ちょっと受けてくれた子のみでいいかなと思ってるんだけれども、よくね、こういう一つのものが複数の形に見える、ものの見方は一つじゃないぞというもののね、趣旨の中でね、このね、いずれ欧州館でね、これが丸々的中、来年のね、2月3日出ると6年生にとってはいいんですけれどもね、この的中作文もね、やりました。でね、午前中からやってましたんでね、先生たちも手分けしてね、僕もね、採点もね、一通り、もうね、作文はね、ほぼ全員、もうね、ダーッとダッシュでね、さっき4時間ぐらいかけてね、ほぼ全員のね、点差をかけましたんで、もう明日にはね、早い子には、文系理系作文、戻せるかなと。で、通信教室の生徒さんには、今週中にはね、コメントを書いてですね、お送りさせていただきますのでお待ちください。でね、内容としてはね、こんな感じのね、あとね、ちょっと若干残ってるね、丸付けが残ってるやつがあるんですけれども、もうほとんどね、持ってっちゃったんでね、あれですけどね、こんな感じのことをやりました。受験生もね、うちの塾生もね、なかなかね、45分早いよということでね、普段受けてる首都圏機関模試ですか、それとはね、またちょっと別のね、難しさというかな、100点満点を取らなきゃいけないこのプレッシャーの中でね、確認テスト、分かるとできるは違うぞということをね、実感する一日だったんじゃないかなと思うんですけども、終わってからですね、
まあちょっとこういうね、今これは葉っぱ農家の教室に出てたのかな、なんかこういう音色をね、まあ、あんまり見ることはないですけど、これアンケート書いてもらってね、これはね、テストを終えての感想ということでね、まあ3つ大きく質問してます、1つがですね、本日のファッションホールテストを終えての感想を、反省点に気づいた点を具体的に書く、もっとこうしておけばよかったなと思うことは何ですか、一つ一つのことを深く考えると文章をしっかり読む、読み込みが読まれて、テキストの復習がしておけばよかったというふうにね、エッセさんが言ってますけどね、あとね、作文のね、この問題どうでしたか、あとね、夏休みの学習について日ごろ、夏休みは普段の一日とは価値が違うからどうしますか、1日1時間以上集中してっていうところにね、並びにてね、勉強しますというふうに心強く書いてくれてる、この2人ね、あの計算特訓をねやってるとかね、毎日ね8時までね毎日塾で頑張りますとかね、過去の最高得点を目指しますっていうね、田中教室のようにとかね、いつもより勉強時間を増やし夏休みね、周りの子に差をつけたいっていうね、教室大学の教室とかね、教室大教室の教室さんとかね、1日10分以上やりますとかね、まあ、楽しいことを書いてくれてるんですけどもね、これね、テスト終わってね、テスト終わった直後が重要、ああもっとこうしとけばよかったな、しとけばよかったなっていうことをね、具体的に書けるとね、それを直していくっていう作業をね、するってことがこのテストを受けるね、一番の価値なんでね、まあぜひね、次はですね、まあ今日一応夏の陣開戦ということで、夏休みみんな頑張ろうぜというようなことでね、まあいいよみたいな感じでねやったんですけれども次回はですね、もう日程発表になってるんですね。9月と10月、9月23日、祝日ですね。これ午前中ぐらいあるんですよ、ここね。午前中にね、ここでね、50人の教室でやります。第1練習場、第2練習場、ダブルで借り切ってのね、4教室合同のファーシュモンホール勉強会。その次、10月12日、月曜日。これはね、午後から夜間にかけて、やる予定で、ここもね50人かけてますね、いう形でね、今日は90名でね、ちょっと時間差をここにかけてやったんでね、一つの会で50人でですね、まあ9月23日、10月12日、次はね、パーソナルホールテスト、そこをね、まあ2ヶ月連続で、ありますんで、それとあと首都圏一貫模試ですね、まあ次が9月27日だったかな、昨日問題の作成がね、終わりまして、まあ首都圏一貫模試今年はね、僕の方でね、問題のアドバイザーをさせていただいてて、作文に、させていただいてるんですけれども、それもね、昨日もセンターの方にメールで返しましたので、それがね、9月27日までね、出題されるかなと。ちょっとね、7月5日の問題難しかったぞというような声が多かったんですけど、合格をね、取るためには、これのレベルの問題をね、普段から深く読み込むためのね、勉強法、これをね、ちょっとやってほしいかなというふうにね、思います。でね、今日はね、後半戦の方でですね、8月からの欧州館の新しい学習カリキュラム。これもですね、パーシモンホールの方でですね、休憩時間中に生徒さんに発表させていただきました。これね、新しいね、ちょっと試みということでね、8月から、まずね、やっていくんですけれども、これをまたね、今日は、このパーシモンホール勉強会の報告なんで、またね、まあ明日以降、この欧州館の TV でね、またね、お話しさせていただければな、いいかなと思っております。いずれにしてもね、今日もね、暑かったんでね、ちょっとね、いろいろね、怪我しちゃった生徒さんとかね、まあここで怪我じゃなくてね、最近学校でちょっと怪我をしちゃったとかね、いろいろね、体調をちょっと崩してる生徒がいたりしてね、すごく心配なんですけれども、5年生ももちろんなんですけどね、6年生はね、特にね、悔いのないこの40日を過ごしてほしいなと思ってね、まあ、受験生夏の陣開戦式、今日はね、もう朝10時からですね、もうフル回転で僕もね、AAO ということでね、みんなで、欧州館のダイベントをやりましたので、皆さんもね、ぜひね、あとね、8、9、10、11、12、1、6ヶ月、丸6ヶ月あるんでね、まだ半分以上ありますんでね、まだ前半終了してないんでね、この夏休みはね、普段の3倍価値のあるね、期間なので、ぜひね、悔いなくね、1日1日をね、
邁進してほしいなと思います。まだね、ちょっとね丸付けがあるんでね、もうちょっと頑張ってからですね、今日撤収にしようかなと思ってるんですけれどもね、みんなね、計算特訓とかねやるようにしてください。あと通信教室の生徒さんとかねお会いできてね、嬉しかったですね。通塾生向けにねお渡ししてる教材とかもね、そんな計算特訓とかね渡させていただいたんですけどね、それもぜひやるようにしてください。で、通信教室のね生徒さん、なかなかねお会いする機会がないんですけれども、このパーシモンホールテストは通信教室のね生徒さんも受講可能ですので、ぜひぜひこの欧州間のパーシモンホールテスト、次回9月23日その次10月12日ここにねどんどん挑戦してきてください。じゃあみんな欧州間目指して頑張りましょう。